ニューヨーク市地下鉄 V 系統はかつて存在したニューヨーク市地下鉄の運転系統である。2001年12月17日に行われた63丁目線の延伸と同時に運行を開始したが、2010年6月25日をもって廃止となった。現地では6番街尖閣駅停車とも呼ばれている。X 系統に代わって IRT と BMT で工事期間中に使用されていた。 東京都は1980年代前半から構想があり、当初は63丁目線を経由する計画であった。2001年12月17日に運行を開始したが、53丁目を経由するように変わった。この関係で、63丁目線を走る系統は F 系統に変わった。また、G 系統はコートスクエア駅止まりとなった。しかし、東京都が、 運行開始したことに伴い、E 系統は53丁目方面へ向かう、唯一の急行列車となってしまう。そのため、少なからず不満を抱いている乗客などもいた。2005年に1月23日、チェンバーズストリート駅で火災が発生。C 系統が運休になる。このためあたり系統が臨時で、ユークリッドアベニュー駅へ2月2日まで乗り入れていた。2009年後半に、 または、経営改善のために一部系統の再編を行うと発表した。これでは統計統を廃止し、M 系統をエセックスストリート駅から6番外線乗り入れとして、ブロードウェイ、ラファイエットストリート駅北では統計統の経路を引き継ぐというものであった。2010年3月19日に正式に新たな運行系統体制を発表し、M 系統は、 ラインカラーを東系統と同じ大色とした。V 系統の最終列車は2010年6月25日の23時33分に2番外駅を発車するホレストヒルズ -71 番外駅行きとなった。その3日後に M 系統の6番外線乗り入れが開始された。東系統が運行されていた期間はわずか8年半と、ニューヨーク市地下鉄の運転系統にしては、 異例の短命であった。平日のみの運行で、休日の運行はなかった。ありがとうございます。